ついに意識を取り戻した聖夜は、自分を呼ぶようなシャイナのコスモに導かれ、ポセイドン神殿へと向かう。そこで聖夜が見たのは、目覚めつつあるポセイドンと倒れたシャイナの姿だった。シャイナさん、しっかりして。シャイナさん、聖夜。ああ、そうだ、あのメインブレードウィナーにアテナはいる。お前が海王ポセイドン。もはやあの中は完全に水が満ちているはず。先ほどアテナの歌声も途絶えた。おそらくあれはアテナの最後の祈りだろう。お前たちの守るものはなくなったのだ。さあ引きたまえ。冗談じゃない。沙織さんは今まで何度も試練に打ち勝ち、生と死の狭間を乗り越えてきたんだ。きっと生きている。必ず俺たちが救い出してみせるぜ。お前こそどけ、ポセイドン。嫌なら腕ずくでもどいてもらうぞ。再び眠りにつけ、ポセイドン。聖夜、君の体を消滅させてみせよう。はいと。お前ごとき私に指一本触れることはでき、私は神なのだ。神が神だ。お前の顔色が変わるまでこの剣を打ち続けてやるさ。ゴーと戦火たちが自らの血を与えてくれた強さをまとっている限り。ならば重荷にならぬよ、そのクロスの矢も君の体を消滅させよう。ペガサス、スイッチ。無駄だと言っているのか分からぬのか。ペガサス、ああ分からないね。無駄じゃなくなるまで何度でも続けてやる。入れよ、赤穂を受けてみよ。まだまだ。ペガサス、アテナの祈りが聞こえたような気がした。まだ死にきれぬ。俺のコスモ、コスモがみなぎり。ペガサス、終わりだ。よし、地上の滅びゆく神たち、死をとして君を救おうとした先祖たちのために、最後まで祈り続けたまえ。今こそ神の怒りを受けろ。これが最後だ。やるぜ。たとえ相手が神であろうと、俺はアテナの先祖として戦い抜くのみ。まだ分からぬ。神に剣を向ければ、自分に返る。いいな。海の底で眠れ。聖夜、お前一人を死なせはしない。死ぬ時は一緒だぜ、兄弟。シリュウ、ヒョウガ。二人とも満身創痍、もはや生も根も使い果たした。死人に等しいものが火星になどなるか。死ぬ時は一緒だと言ったな。よかろう。死での旅が寂しくないよう、三人まとめて葬ってくれよ。ん？何？あれはサジタリアスのゴールドクロスか。アイオロスの意志が火星に来てくれたのか。行くぞ、ポセイドン。この黄金の矢で全てを決める。その矢、今度こそ確実にお前の心臓を射抜くことになるぞ。心配いらないよ、聖夜。矢が戻ってきたとしても、私が盾になってお前の身を守ってあげる。シャイナさん、気持ちはありがたいけど、女の人を盾にして自分の身を守るなんて、そんな真似俺にはできないよ。聖夜、お前の言う通りだ。男の俺たちがいながら女の人を盾になんかさせられるか。そうだ。そうだよ、聖夜。僕だっているんだから。ためらわずに撃て、聖夜。断じて行えば鬼神もこれを裂くという。今まで矢が跳ね返ってきたのは、あくまでもポセイドンを射抜こうとするコスモが足りなかったからだ。
今度の矢は俺たち全てのコスモを込めてやる。よし、わかった。みんなの命俺がもらうぞ。アイオロス、このクラス使わせていただきます。ブロンズだろうがゴールドだろうが私には関係ない。ファイト。さあポセイドン、今度こそ手をこう通してもらうぞ。お前のまとうクロスがブロンズであろうがゴールドであろうが何をやっても届かぬとわからぬ。何度でも立ち上がるぜ。ポセイドン、ポセイドン、アテナを救うまでは。せいよ、せいよ、頼む。そのサジタリアスの矢でまだまだポセイドンの野望を打ち砕ける者はせいや、まだまだお前しかいないんだ。サイナさん、アガホコを受けてみろ。まだ同じ過ちを繰り返す。今こそ神の怒りを浮かべ。これが最後だ。やんせろ。ポセイドンの一矢報いることができるんだ。アイオロス、力を、アテナを救う力を貸してくれ。我が矛を受けてみよう。諦めの悪いやつ。AO ウィナー。これがゴールドクロスか。矢よ、サジタリアスの矢よ、今度こそあのポセイドンめがけて飛んでいってくれ。アイオロスよ、俺にアテナを救わせてくれ。なんだこれは。コスモ、無数のコスモがオーラとなって矢を取り巻いている。バカな、矢がこのポセイドンの意のままにならん。やった、ポセイドンに一矢報いたぞ。サジタリアスの矢を射られたポセイドンはコスモの放出をやめ、しばし呆然自失状態となった。その隙をついてセイヤたちはアテナが閉じ込められているメインブレドウィナへ向かう。しかしポセイドンは我に返るとともについに長い眠りから目覚め、神の人格を完全に取り戻してしまうのだった。思い出したぞ。私はこの世を浄化するために長い眠りから目覚めた。私は神、海王ポセイドンなのだ。なんだ今の落雷は。ポセイドン、コスモが何百倍にも膨れ上がったみたいだ。俺はゴールドクロスを着ていたからいいものの、みんなは。せいや、アイオロスだけでなく我が子カミュも力を貸しに来てくれたようだぜ。おお、アクエリアスのゴールドクロス。せいや、ヒョウガ、お前たちだけ戦わせはしない。おお、ライブラのクロスも。おいら最後の力を振り絞ってテレポーテーションして、よかった、間に合って。よくやったぞ、キキ。ロシ、ライブラのクロスをお借りします。あくまで神に逆らうか、愚かな者どもめ。なんと恐ろしく強大なコスモだ。相手は神、ゴールドクロスをまとっていても倒すことは無理かもしれん。たとえ倒すことはできなくても、ポセイドンを立ち退かすことさえできれば、その間に沙織さんを救い出すんだ。黄金の矢がお前を射抜く。お前ごとき私に指一本触れることはできん。はいと。サジタリアスとアイオロス、アテナのために、今一度俺に力を貸してくれ。神の前、ゴールドクロスなど
何の意味も持たぬことを知るがいい。俺に残った全てのコスモをぶつけてやる。たとえ倒すことはできなくてもわずかの間でもいい。ポセイドンを抑えるんだ。神として目覚めた私に立ち向かってくる。わからんのか、レインブレドウィーナの後ろはアテナの命は尽きていた。お前の戦いは見えない。俺は諦めない。地上の平和のアテナを守るのがフェイトだ。俺の命に変えてもサオリさんは救いだ。まだまだ限界を超えて仲間を燃えろ。ペガサスよ、行くぞ。ポセイドン、どこまでも愚かな人間。ウィナー、地上の平和を、アテナを守るのがセイントだ。行くぞ。ポセイドンが倒れている今のうちだ。わかるか、シリュウ。メインブレードウィナーの方角はまっすぐ目の前だ。わかるとも。たとえ目が不自由でも、やっとたどり着いた最後の柱だ。三人一度にライブラの武器で攻撃するぞ。行くぞ。砕けろメインブレードウィナー。ダメだ、俺たち三人の渾身の力でもビクともしないなんて。あと一歩というところまで来ていながら、結局アテナを救うことはできないのか。ここまで来て諦めてたまるか。シリュウのロザン昇竜派、氷河のオーロラサンダーアタック、その二つの威力で俺をメインブレードウィナーへ飛ばしてくれ。セイントが究極にまで高めたコスモによって砕けないものはない。俺は必ずメインブレードウィナーを砕いてみせる。そしてアテナを救い出してみせる。だから二人の力を貸してくれ。決して死ぬんじゃないぞ、セイヤ。貸せぬ。ポセイドンが再び立ち上がった。しかもさっきよりはるかにコスモが高まっている。セイヤ、ポセイドンは俺が羽交い締めで抑える。ポセイドンを封じるアテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。余計な真似を。兄さん、今度は僕が助ける番だ。頼んだぞ、セイヤ。ロザン昇竜派、アテナのために今こそ飛び立てペガサスよ。オーロラサンダーアタック。俺のコスモをお前に。みんなのコスモを君に。くあ。崩壊していく。沙織さん、よかった。貴様たちはどこまで愚かなのだ。神が汚れ切ったこの世界を作り直そうとしていたのだぞ。お前たちのしたことは神への冒涜だ。許すことはできん。ポセイドンのコスモがさらに巨大化した。まるで全宇宙を包み込むような凄まじさだ。ダメだ、俺にはもう防ぐ力さえ残っていない。ここのコスモが消えた。この力はポセイドン、もはやあなたの完全なる敗北です。それはアテナの壺。あなたはこの壺の中で再び眠りにつくのです。さあ戻りなさい。黙れ。お前こそ永遠に眠るがいい。いつまたの矛を喰らえ。カノン、
の三つ股の方向は、もともと俺が岩牢で引き抜いてしまったものを俺が受けるのが最もふさわしい。それにアテナ、命の恩人であるあなたへせめてもの恩返しを。カノン。アテナよ、武器を嫌うお前に私と戦う術など残っていまい。このコスモ食らうがいい。忘れたのですか、ポセイドン。私にはどんな武器にも勝るセイントがいることを。死に損ないどもに何ができる。私のコスモがアテナに届かない。これはアテナだけではない。セイントどものコスモが一つになって。この時代に目覚めたのはあなたの本意でなかったはず。さあもう一度眠りにつきなさい、ポセイドン。うっ。やった、ついにポセイドンの魂をアテナの壺に閉じ込めたぞ。行きましょうみんな。アテナのコスモがセイントたちを包み海上へと押し上げていく。海底神殿はアテナの壺とともに海底に沈み、ジュリアン・ソロもまた生き残ったマリーナのテティスによって地上に戻された。この世に邪悪がはびこるとき、必ずや現れるという希望の闘士セイント。私は誓います、この先どのような試練が待ち構えていようとセイントたちを信じ、共にこの地上をどこまでも愛し守り抜くと。